かった、マスターいらっしゃったんですね。あのこちら受け取っていただけますか。ファッジって言います。イギリスのお菓子で、昔故郷の母に作り方を教えてもらったんです。節の故郷は何もないところでしたから、代わりに母さんがいろいろ作ってくれたんです。本当に何もないよな、あそこ。陰気なブラックモアの墓守とカラスと教会と、あとたまに変な客が訪れるぐらいでさ。あっと、あ、こら、振るな、やめろ、あ、だだ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 だ、失礼しました。でもずっと幼い頃、母さんが時々作ってくれたお菓子なんです。母さんはこんなのしかできないって言ってたけど、節はこの甘いファッジが本当に好きでした。久しぶりで作り方を覚えてるか不安だったんですが、赤いアーチャーさんとかが手伝ってくれました。ゴルドルフさんもお菓子なら任せたまえっていろいろアドバイスしてくれて、これから師匠やイスカンダルさんにもお届けするんですが、よかったらマスターに味見してもらえませんか。感謝感激しろよ、最初の味見なんだぜ。いつものお礼でお前に食べてほしいんだってさ。ありがとうございます。そのきっとイスカンダルさんはすごいお酒や食事をたしなんでるでしょうし、渡す勇気がなくて。そうなんですか。でも本当にマスターがいてくれてよかったです。師匠やライネスさんともども、これからもよろしくお願いしますね。